昨日午後、兵庫県上郡町の民家で88歳の住人の女性が血を流して倒れているのが発見されました。警察が詳しい状況を調べています。昨日午後11時40分ごろ、兵庫県上郡町の民家で母が倒れていると娘から警察に通報がありました。警察によりますと、この家に住む88歳の西川静子さんが血を流して倒れているのが発見され、病院に運ばれましたが亡くなりました。現場は JR 上郡駅からおよそ5キロ離れた山あいの集落です。警察は事件の可能性もあるとみて詳しい状況を調べています。